バロンザーマスです。今日も介護の仕事ねバリバリやってるんですけど、ちょっと前崎さんのことで昨日もずっと、まあここのとこよく会話してもらってるのもあって気づくことがいっぱいあったんですけど、その気づきがちょっと今までとは違う気づきなんで、まあ、仕事の途中ですけどね、動画は便利やからうだうだと話させてもらおうと思います。いくら職人とはいえやっぱりお金払ってやってもらってるやんっていうスタンスで、最近僕でさえも飛ばしたんかもしれないですけど、誰かに仕事をお願いするっていうことは自分の代わりにそれに立ち向かってくれる人を要は雇ってるようなもんなんですよね。で、僕のベンツって、まあ、前先軍団がきっかけで、まあ、めちゃめちゃに改造されて改造というか元に戻されてるんですけど、自分でやってみて、もしくは職人が一緒に手伝ってくださって、やっぱ相当数時間かかる作業なんですね。だからそれをお金払えばいいじゃん、いくらならやってくれんのっていう、そのスタンスってやっぱり間違ってる。人として代理代行してもらって、まあそれはお商売なんでしょうけど、やっぱお金の価値で物事を見すぎて、だから10万払うからやってくれてありがとうって、そういうことじゃないような気がしてきましたね。実際体が疲れるし、前崎さんもすごくクレバーな人なのに、実際は職人って肉体労働なところがあるから、多分毎日大変なんだろうなって強く思う今日この頃です。僕ら介護の仕事もそうなんですけど、要はこう心技体揃わない、い仕事はできへんって前崎さんがだいぶ前に YouTube でおっしゃってて、で僕一緒に同じことを体感させてもらって、その通りだって思うことをより深く理解できるようになったんですけど、もちろん体の体調面も大事ですよ、介護もそうですけど、でも心の問題ってね、どういうことやったんかなって思ったんですけど、やっぱりこう仕事入る前にこう嫌な話とか暗い話とか解決できん話とか、もしくは難しい話とかね、もしくは本人に関係ない話とか、そういうのがごちゃ混ぜになってる状態で、さあじゃあ車きれいにしようかってやっぱどなたもならないんですよね。まあ僕ら介護の仕事でそういうのがしょっちゅうある中で笑顔で行こうぜっていう、こう人生哲学があるんですけど、やっぱり職人さんたちってやっぱ心も整ってへんといい仕事できへん。茶碗一個作るのもそうなんでしょうけど、そういう意味では僕たちがこう逆にね、前崎さんに甘えて、僕もその一人かもしれないですけど、食い物にして、まあ、心を乱してしまって、体力あるけど心が乱れるといい仕事ができへんって彼がおっしゃるように、やっぱり、まあ、職人を大切にするっていうのは、その僕らのペイがいいだけじゃなくて、やっぱり敬うだけでもなくて、その人をいたわる、単純なことですけど、ちょうど前崎さんのお友達、すごく仲いいんだっていうお友達の一人にね、まあ整体師、カイロプラクティックができるおじさんがいはって、でたまにそこ行って直してもらってるって、いつも腰ベルトもしてはるんですけど、そういう仲間がいてよかったなって思う反面、やっぱり僕たちってお金払って、でも当然かもしれないけど、お金払って代行してもらって、まあ、車洗車してもらう人、直してもらう人、まあ、旅行の準備してくれる人とかね、まあ、車代わりに運転していく代行もそうやし、いろいろあるんですけど、やっぱり人を大切にする、相手の心も守るっていうお客さんであれば、前崎さんだけじゃなくてこの世が全部良くなるような気がしてきましたね。なんかちょっと僕らやりすぎなんちゃうかなって強く反省するようなことがここ 2,3 日めちゃくちゃ続いてるから、まあ自分の仕事を生かそうかなって思ったりもしたりなんかしてなんですけど、やっぱりこう人に優しくっていう小学生でも分かるようなことを僕たちがいつの間にか違う解釈にして間違った方向にとってることはやっぱ多いと思うし、そういう意味では前崎さんから学ぶとか尊敬しているの前に、人としてやっぱしっかり前崎さんを守ってかなな、守るためには友達として、お客として、僕やったら YouTuber として
取材者として彼のことをちゃんと守れる人として守ってる状態でお付き合いできてるのかっていうのを今後も常々点検していきたいなと思ってる次第なんですよ。だから職人をね敬うとか仲間になるとかこう綺麗な言葉だけで片付けずにもうちょっと内面を追っていけるような取材ができたらなって思う今日この頃でございます。それ取材に来たらいいな。その辺のところまあ皆さんにも見ていただければと思います。最近ちょっと作業のね内容が長くて3、40分のばっかりになってきてちょっとカットができへんぐらい一生懸命やってあるからなんですけど、今後はそっちにちょっとシフトチェンジして人として、ね、職人の前人としてあの人をこう綺麗に映し出せるような動画が撮れるように取り組んでみたいなと前向きに思っています。以上です。